ユニット1、セクション1、1、そうそう。そうそう。2>, そう2、ええー、どれこれうん、それ。ええー、どれこれうん、それ。3、おいしいうん、おいしいよ。 美味しいうん、美味しいよ。四、はいはい。はいはい。五、はい、れいきれいきれい六、本当本当。本当本当。七<当>、田中さん 田中さん。田中さん田中さん。八。いいいいよ。いいいいよ。九。ここうん、そこ。ここうん、そこ。十。わかったはい、わかりました。 わかったはい、わかりました。セクション2。1。こんにちは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 。2。2> 先生、おはようございます。おはよう。先生、おはようございます。おはよう。3。エミさん、じゃあね。うん、また明日。 エミさん、じゃあね。うん、また明日。4、お先に失礼します。お疲れ様。お先に失礼します。お疲れ様。5、あー。すみません。あー。すみません。6、行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。 七、<7 S 2> ただいま、おかえり、ただいま、おかえり。八、どうもありがとうございます。いいえ、どういたしまして。どうもありがとうございます。いいえ、どういたしまして。九、いい天気ですね。ええー、そうですね。いい天気ですね。ええー、そうですね。十、ね、えー お元気ですかはい、元気です。お元気ですかはい、元気です。セクション31何時ですか ?9 時です。何時ですか ?9 時です。2今何時ですか ?4 時今何時ですか ?4 時3 何時に寝ましたか ?11 時半ぐらいです。何時時に寝ましたか。11時半ぐらいです4。テストは何時からですか ?10 時からですよ。テストは何時からですか ?10 時からですよ。5今日は何日ですか ?4 月1日です。今日は何日ですか ?4 月1日です。 六、今日は何曜日水曜日だよ。今日は何曜日水曜日だよ。七、誕生日はいつですか8月20日です。誕生日はいつですか8月20日です。八、銀行は何時から何時までですか9時から3時までです。 銀行は何時から何時までですか ?9 時から3時までです。9。今年は何年 ?2006 年、平成18年だよ。今年は何年 ?2006 年、平成18年だよ。10。日本に来て、どのぐらいですか 1>, ?1 年3ヶ月です。日本に来て、 どのぐらいですか一年三ヶ月です。セクション41はじめまして、渡辺です。田中です。どうぞよろしく。はじめまして、渡辺です。田中です。どうぞよろしく。2鈴木さんですかはい、そうです。鈴木さんですかはい、そうです。 三、佐藤さんですかいいえ、加藤です。三、佐藤さんですかいいえ、加藤です。四、あれは日本語で何ですかあれあ、あれは交番ですよ。あれは日本語で何ですかあれあ、あれは交番ですよ。五、それは何ですか デジカメです。それは何ですかデジカメです。六、山田さんの部屋は何階ですか三階です。六、山田さんの部屋は何階ですか三階です。七、お名前はペドロです。お国はスペインです。お名前はペドロです。 お国はスペインです。8、ノート3冊ください。はい、3冊ですね。ノート3冊ください。はい、3冊ですね。9、駅までどのぐらいですか 1>, ?1 キロぐらいです。駅までどのぐらいですか 1>, ?1 キロぐらいです。10、 新宿駅はどこですかあそこですよ。新宿駅はどこですかあそこですよ。セクション51何歳ですか ?28 歳です。何歳ですか ?28 歳です。です 2, すす 2>, 2どんな映画を見ますかコメディーをよく見ますね。 どんな映画を見ますかコメディーをよく見ますね。3、黄色と赤の花をください。はい、黄色と赤ですね。黄色と赤の花をください。はい、黄色と赤ですね。4、今日は暑いですね。ええ、本当に。今日は暑いですね。ええ、本当に。 5. 日本語の勉強はどうですか漢字は難しいですが、とても面白いです。日本語の勉強はどうですか漢字は難しいですが、とても面白いです。6. いくらですか ?210 円です。いくらですか ?210 円です。7テスト、難しいですか いいえ、簡単ですよ。テスト、難しいですかいいえ、簡単ですよ。八、鈴木さんはどんな人ですか親切な人ですよ。鈴木さんはどんな人ですか親切な人ですよ。九、この靴、ちょっと大きいです。じゃあ、これはどうですか この靴、ちょっと大きいです。じゃあ、これはどうですか ?10。これ、綺麗ですね。ええ、とても綺麗ですね。これ、綺麗ですね。ええ、とても綺麗ですね。セクション6。1。はじめまして。はじめまして。どうぞよろしくお願いします。 はじめまして。はじめまして。どうぞよろしくお願いします。二、どうぞ。ああ、どうもすみません。いただきます。どうぞ。ああ、どうもすみません。いただきます。三、お国はどちらですか韓国です。お国はどちらですか韓国です。四、 日本は初めてですかいいえ、三回目です。日本は初めてですかいいえ、三回目です。五、和食は大丈夫ですかはい、大丈夫です。和食は大丈夫ですかはい、大丈夫です。六、そろそろ失礼します。そうですか。 じゃあ、また。そろそろ失礼します。そうですか。じゃあ、また。七。うわー、おいしそう。それ何ですかこれ、中国のお菓子、一つどうですかうわー、おいしそう。それ何ですかこれ、中国のお菓子、一つどうですか八。いつ日本に来たんですか 2ヶ月くらい前ですいつ日本に来たんですか2ヶ月くらい前です9今何時えーっと4時20分今何時えーっと4時20分10今度の休みどこ行くの友達と海に行きます今度の休み どこ行くの友達と海に行きます。セクション7-1あのー、学校の電話番号わかりますかえーっとね、03-3205-13あのー、学校の電話番号わかりますかえーっとね、03- の 3205132ビデオレンタルはいくらですか 1>, ?1 泊350円です。ビデオレンタルはいくらですか 1>, ?1 泊350円です。3昨日、携帯を買いました。へえ、どこで買いましたか昨日、携帯を買いました。へえ、 どこで買いましたか ?4 田中さんの家はどこですか新宿です。学校に近いです。田中さんの家はどこですか新宿です。学校に近いです。5パクさんの先生はどんな人ですか面白くて優しい先生です。パクさんの先生はどんな人ですか 面白くて優しい先生です。6、山田さん、趣味は何ですか趣味うーん、写真かな。山田さん、趣味は何ですか趣味うーん、写真かな。7、日本語の授業はどうですかとても面白いと思います。 日本語の授業はどうですかとても面白いと思います。8、この写真見てください。ハワイの写真です。わー、綺麗な海。この写真見てください。ハワイの写真です。わー、綺麗な海。9、キムさんは日本人のボーイフレンドがいます。ええー。 どんな人ですか親切な人です。それから、韓国語がわかります。キムさんは日本人のボーイフレンドがいます。ええー、どんな人ですか親切な人です。それから、韓国語がわかります。10。カラオケ、カラオケ、どうですか ?1 時間1500円です。うーん、ちょっと、 ちょっとね。新宿のカラオケの方が安いですね。ああ、そうですか。じゃあ、1時間1300円でどうですかうーん、まだちょっと高いですね。カラオケ、カラオケ、どうですか ?1 時間1500円です。うーん、ちょっとね。新宿のカラオケの方が安いですね。 ああ、そうですか。じゃあ、1時間1300円でどうですかうーん、まだちょっと高いですね。セクション81木村さんの彼はどんな人ですかお金持ちです。木村さんの彼はどんな人ですかお金持ちです。です2 山田さんの家族はタバコを吸いますかいいえ、誰も吸いません。山田さんの家族はタバコを吸いますかいいえ、誰も吸いません。3、ジョンさん、今日、どこで昼ご飯を食べますかごめん、もう食べちゃった。ジョンさん、今日、どこで昼ご飯を食べますかごめん。 もう食べちゃった。4、先生、今何時ですかあ、時間ですね。じゃあ、少し休みましょう。先生、今何時ですかあ、時間ですね。じゃあ、少し休みましょう。5、いらっしゃいませ、お二人ですかはい、いらっしゃいませ、お二人ですか はい。六、昨日のサッカー見ましたかうん,うん、あまり好きじゃないから。昨日のサッカー見ましたかうん,うん、あまり好きじゃないから。七、うわー、その靴、かわいいね。本当ありがとう。うわー、その靴、かわいいね。本当ありがとう。 八。あれ山田さん、どこ行くのちょっとそこまで。あれ山田さん、どこ行くのちょっとそこまで。九。あのー、すみません。次の電車は何時に来ますかあ、今の電車が終電です。終電ええ、電車は明日の朝まで来ません。 あのー、すみません。次の電車は何時に来ますかあ、今の電車が終電です。終電ええ、電車は明日の朝まで来ません。10、田中さんの誕生日はいつですか ?10 月15日です。ええー、私は17日です。近いですね。田中さんの誕生日はいつですか 10月15日です。ええー、私は17日です。近いですね。セクション91この辺に駅ありますかええ、すぐそこです。この辺に駅ありますかええ、すぐそこです。す 2,、ええ、すそ,す2その辞書はいくらですか ?3000 円です。 その辞書はいくらですか三千円です。三。このノートは誰のですかあ、それサラさんのです。このノートは誰のですかあ、それサラさんのです。四。山田さんの部屋は新しいですかい,いえ、古いです。でも綺麗です。 山田さんの部屋は新しいですかい,いえ、古いです。でも綺麗です。五。田中さんの部屋は綺麗ですかい,いえ、綺麗じゃありません。でも新しいです。田中さんの部屋は綺麗ですかい,いえ、綺麗じゃありません。でも新しいです。六。ああ。 今日は暑いですね。そうですね。今日もビールが美味しいですね。ああ、今日は暑いですね。そうですね。今日もビールが美味しいですね。7サラさんは字が綺麗ですね。どれ、見せてあ、本当だ。サラさんは字が綺麗ですね。 どれ、見せてあ、本当だ。8え、アイス寒くないですかええ、美味しいですよ。9映画、どうでしたか面白かったですよ。映画 どうでしたか面白かったですよ10これは何ですかこれああ、これお好み焼きえお好みうん、お好み焼きおいしいよこれは何ですかこれああ、これお好み焼きえお好みうん、お好み焼きおいしいよ セクション10、1、あー、うまかった。ほ当んと、美味しかったね。あー、うまかった。ほ当んと、美味しかったね。2、2> あー、お腹いっぱい。私も。あー、お腹いっぱい。私も。3、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。 いいえ、どういたしまして。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。いいえ、どういたしまして。4. デザート食べますかいいですね。デザート食べますかいいですね。5. たくさん食べてくださいね。はい、いただきます。たくさん食べてくださいね。はい、いただきます。 六、この店、サービスもいいし、料理も美味しいし。そうだね、また来たいね。この店、サービスもいいし、料理も美味しいし。そうだね、また来たいね。七、この店、どうだったうーん、料理はいいけど、サービスがちょっとね。この店、どうだった 料理はいいけど、サービスがちょっとね。8。これも美味しいよ。あ、それからこれも。本当だ美味しそうこれも美味しいよ。あ、それからこれも。本当だ美味しそう !9。これ、美味しいよ。ちょっと食べてみるうん、ありがとう。これ、美味しいよ。 ちょっと食べてみるうんありがとう10豚肉はちょっとあ,あそうなんだ豚肉はちょっとあ,あそうなんだユニット2セクション1 1どこ行くのちょっとそこまでどこ行くのちょっとそこまで2 どこ行くのちょっと、コンビニにお弁当買いに。どこ行くのちょっと、コンビニにお弁当買いに。三、一緒にお昼食べないうん、いいね。何食べたい一緒にお昼食べないうん、いいね。何食べたい四、一緒にお昼食べないあ、ごめん、もう食べちゃった。 一緒にお昼食べないあ、ごめん、もう食べちゃった。5ねえ、一緒にお昼食べないあ、ちょっと待って、食べる前に友達に電話したいんだ。ねえ、一緒にお昼食べないあ、ちょっと待って、食べる前に友達に電話したいんだ。6ねえ、何か書くものあるえ、ペン それとも紙ねえ、何か書くものあるえペンそれとも紙7ああ、飲みすぎた。ちょっと酔っ払ったよ。うーん、眠くなってきた。ああ、飲みすぎた。ちょっと酔っ払ったよ。うーん、眠くなってきた。8 山田さん、おいくつですかえ秘密です聞かないで山田さんおいくつですかえ秘密です。聞かないで。この漢字の読み方を教えて。うーん。わかんないなぁ。他の人に聞いて。この漢字の読み方を教えて。う わかんないな他の人に聞いて。10。はい。もしもし。危ないよ、運転しながらは。はい。もしもし。危ないよ、運転しながらは。セクション2。1。昨日暑かったね。ほんと。暑くて暑くて。 寝られなかったよ。昨日暑かったね。ほんと、暑くて暑くて。寝られなかったよ。二、田中さんの彼女ってどの人ですかほら、あそこで電話してる人。田中さんの彼女ってどの人ですかほら、あそこで電話してる人。三、今夜飲みに行きませんかいいですね。 行きましょう。今夜飲みに行きませんかいいですね。行きましょう。4ねえ、パンを食べるのをってパソコンでどう書くんですか ?WO ですよ。ねえ、パンを食べるのをってパソコンでどう書くんですか ?WO ですよ。5あれ あんまり食べないね。うーん。今日はお腹の調子があまり良くないんです。あれあんまり食べないね。うーん。今日はお腹の調子があまり良くないんです。6。ああ、新しい言葉がたくさんある。ほんと、頭が変になりそう。ああ。 新しい言葉がたくさんある。ほんと、頭が変になりそう。7。ずいぶん涼しくなりましたね。そうですね。ずいぶん涼しくなりましたね。そうですね。8。あれここ携帯使えないんだ。うん、地下だからね。あれここ携帯使えないんだ。 うん。地下だからね。9. 日本に来てどれぐらいになりますか 2>, ?2 年半になります。日本に来てどれぐらいになりますか 2>, ?2 年半になります。10。山田さんはどちらにお住まいですかこの近所に住んでいます。すぐそこです。山田さんはどちらにお住まいですかこの近所に住んでいます。 すぐそこです。セクション3。1。日本語すごいね。上手になったね。いやー、だんだん難しくなってきました。日本語すごいね。上手になったね。いやー、だんだん難しくなってきました。2。2> 日本語の辞書が欲しいんだ。へー、先生に聞いてから買いに行ったら 三、まだ寒いうん、このストーブついてますかまだ寒いうん、このストーブついてますか四、4この辺は春になると桜がきれいでしょうね。ええー、見事ですよ。この辺は春になると桜がきれいでしょうね。ええー、見事ですよ。五、 大阪に行ったら知らない日本語をたくさん聞きました。ああ、それは方言ですよ。場所によって言葉が違うんです。大阪に行ったら知らない日本語をたくさん聞きました。ああ、それは方言ですよ。場所によって言葉が違うんです。6あわあ、この携帯テレビが見られるんだ。うん、そうなんだ。あんまり使わないけどね。 ああ、この携帯テレビが見られるんだ。うん、そうなんだ。あんまり使わないけどね。7、あまり飲みませんね。ええ、私、お酒弱いんです。あまり飲みませんね。ええ、私、お酒弱いんです。8、ここは勉強するところですから、 寝る人は別の部屋へ行ってください。わかりました。ここは勉強するところですから、寝る人は別の部屋へ行ってください。わかりました。9。あれメガネ、どこ行ったかなんメガネどっかで見たよあれメガネ、どこ行ったかなんメガネ どっかで見たよ。十。あれもう食べないのうん。さっき軽く食べちゃったんだ。あれもう食べないのうん。さっき軽く食べちゃったんだ。セクション四。一。いつも日曜日何をしているのうーん。テレビ見たり、漫画読んだり、ゴロゴロしてるよ。 いつも日曜日何をしているのうーん、テレビ見たり、漫画読んだり、ゴロゴロしてるよ。2ねえ、この CD なんでこんなに安いんだろううーん、なんでだろうね。偽物かもね。ねえ、この CD なんでこんなに安いんだろううーん、なんでだろうね。偽物かもね。 3夏休みはどうするの一人で中国に行くつもりです夏休みはどうするの一人で中国に行くつもりです4日本の生活はどうもう慣れたえ生のものも食べられるようになりました日本の生活はどうもう慣れたええ、生のものも食べられるようになりました あ、りささん、久しぶり。今、何をしてるんですか新宿で英語を教えています。あ、りささん、久しぶり。今、何をしてるんですか新宿で英語を教えています。六、学校までどうやって来るんですかうちから山手線で一本です。学校までどうやって来るんですか うちから山手線で一本です。七。ねえ、そろそろ行きませんかあ、ちょっと待って、その前にトイレトイレ。ねえ、そろそろ行きませんかあ、ちょっと待って、その前にトイレトイレ。八。ねえ、もう宿題したうん,うん、土日にするつもりだけど、 ねえ、もう宿題したうんうん、土日にするつもりだけど。9、鈴木さんはどこに住んでいるの中野駅のそば、ピーターさんは鈴木さんはどこに住んでいるの中野駅のそば、ピーターさんは ?10、知らない人について行っちゃダメだよ。 知らない人についていっちゃダメだよ。はーい。セクション5。1。すみません。ちょっと聞き取れませんでした。あ、ごめんなさい。すみません。ちょっと聞き取れませんでした。あ、ごめんなさい。2。2> 木村先生って誰だっけほら、メガネかけて背が高い先生だよ。木村先生って誰だっけ ほら、メガネかけて背が高い先生だよ。3、寒くないのあ、大丈夫です。寒くないのあ、大丈夫です。4、山田さんのお別れ会何時からだっけ明日の8時だと思うけど、山田さんのお別れ会何時からだっけ明日の8時だと思うけど、5、 見て、この写真ああ、懐かしいね見て、この写真ああ、懐かしいね6ここのレストラン、ランチタイムはビール200円なんだってへえ知らなかった、安いですねここのレストラン、ランチタイムはビール200円なんだってへえ知らなかった、安いですね7 先生どうして日本語の先生になったんですかいろいろな人に会えるから楽しいと思ったんです先生どうして日本語の先生になったんですかいろいろな人に会えるから楽しいと思ったんです8まだ雨降っていますかいいえもう降っていませんよまだ雨降っていますかいいえ もう降っていませんよ。九。愛子さん、そのスカートとっても似合ってるね。あ、そうどうもありがとう。愛子さん、そのスカートとっても似合ってるね。あ、そうどうもありがとう。十。まだ雨降っていますかいいえ、もうやみましたよ。まだ雨降っていますか いいえ、もうやみましたよ。セクション6 1ねえ、ねえ、あのさあ,あ。ちょっとごめんね、あとでもいい?ねえ、ねえ、あのさあ。あ、ちょっとごめんね、あとでもいい2ねえねえあのさあちょっとごめんねあとでもいいねえねえ今日、キムさんが初めて宿題してきたんだよ。 明日は雪だね。ねえねえ、今日、キムさんが初めて宿題してきたんだよ。へえ、明日は雪だね。3。来週の土曜映画に行くけど、一緒に行きませんかあ、土曜日はちょっと。来週の土曜映画に行くけど、一緒に行きませんかあ、土曜日はちょっと。4。 すみません、ちょっとよろしいですかあ、リカルドさん、何ですかすみません、ちょっとよろしいですかあ、リカルドさん、何ですかご。ふふ <laughs> 昨日ね、愛子さんとデートしたんだ。へえー、すごいで、楽しかったどこ行って何したのふふ <laughs> 昨日ね、 愛子さんとデートしたんだ。へえー、すごいで、楽しかったどこ行って何したの ?6 今日は午後から台風が来るそうですね。うん、早く帰った方がいいね。今日は午後から台風が来るそうですね。うん、早く帰った方がいいね。7ねえ、まだバス来ないのうん、遅いね。 ねえ、まだバス来ないのうん、遅いね。八。あれこの時計合ってるうん、私のと同じだけど。あれこの時計合ってるうん、私のと同じだけど。九。レポートこれでいいですかはい。いいようですね。頑張りましたね。 レポート、これでいいですかはい。いいようですね。頑張りましたね。十。明日の飲み会来られるうん。ちょっと遅れていくよ。明日の飲み会来られるうん。ちょっと遅れていくよ。セクション七。一。駅に着いたら電話して、迎えに行くよ。ありがとう。よろしく。 駅に着いたら電話して、迎えに行くよ。ありがとう。よろしく。二、お先に失礼します。お疲れ様。お先に失礼します。お疲れ様。三、いい天気だね。どこか行きたいね。いい天気だね。どこか行きたいね。四、まだ仕事を 今日はまだ終われないんだ。まだ仕事うん。今日はまだ終われないんだ。5。今日、何しようか。ピザ食べながら DVD 見ようよ。今日、何しようか。ピザ食べながら DVD 見ようよ。6。ワールドカップ、どこが勝つと思ううーん、どこかな でも日本に頑張ってほしいと思うよ。ワールドカップどこが勝つと思ううーん、どこかな。でも日本に頑張ってほしいと思うよ。7すみません、道を教えてもらえませんかはい、どこですかすみません、道を教えてもらえませんかはい、どこですか ?8 あ、 財布は捨てちゃった。貸してあげるよ。あ、財布は捨てちゃった。貸してあげるよ。9。会議が終わったら電話してください。わかりました。会議が終わったら電話してください。わかりました。10。昨日行ったレストラン美味しかったね。うん、特にデザートがね。昨日行ったレストラン美味しかったね。 特にデザートがね。セクション8。1。どこ行こうかボーリングに行きたいな。どこ行こうかボーリングに行きたいな。2。2> 今夜飲みに行かない今夜かちょっと厳しいかも。今夜飲みに行かない今夜かちょっと厳しいかも。 最近暑くなってきたね。もうじき夏が来るね。最近暑くなってきたね。もうじき夏が来るね。4ピーナッツ食べられるうん、大丈夫だよ。ピーナッツ食べられるうん、大丈夫だよ。5すみません、もう少しゆっくり話してください。 わかりました。すみません。もう少しゆっくり話してください。あ、はい。わかりました。6。今週中にこの資料作らなくちゃ。頑張って。今週中にこの資料作らなくちゃ。頑張って。7。ケーキ作ったことありますかはい。クリスマスはいつも自分で作るんですよ。 ケーキ作ったことありますかはい。クリスマスはいつも自分で作るんですよ。8水曜日にパーティーをしようと思っています。来てくださいね。はい。他には誰が行きますか水曜日にパーティーをしようと思っています。来てくださいね。はい。他には誰が行きますか ?9 早く行こう。 ちょっと待って早く行こうちょっと待って !10 かっこいいその携帯ありがとう昨日買ったばっかりなんだかっこいいその携帯ありがとう昨日買ったばっかりなんだセクション91大人はいいよねえどうして 嫌いなものを食べなくていいから。ああ、そうだね。自由だよね。大人はいいよね。えどうして嫌いなものを食べなくていいから。ああ、そうだね。自由だよね。2、先生、安いと野菜は似ていますね。ええ、そうですね。 何かいい覚え方がありますかそうですね。安いはスーパーの酢、野菜はサラダの差。どうですか先生、安いと野菜は似ていますね。ええ、そうですね。何かいい覚え方がありますかそうですね。 安いはスーパーのす。野菜はサラダのさ。どうですか。三。あ、しまった。うん。どうしたの。昨日した宿題。うちに忘れてきちゃった。あ、しまった。うん。どうしたの。昨日した宿題。うちに忘れてきちゃった。四。 来週の土曜日バーベキューするけど山田さんも来ないああ土曜日か土曜日はちょっとああそう残念ねねうん誰が来るのリンダさんとかホルヘさんとかえー、いいなあ行きたいんだけどね来週の土曜日 バーベキューするけど、山田さんも来ないああ、土曜日か。土曜日はちょっと。ああ、そう。残念ね。うーん。誰が来るのリンダさんとか、ホルヘさんとか。ええー、いいな行きたいんだけどね。ご、これ作ったんだ。 ちょっと食べてみてえ、パンを自分ですごいねじゃあ、一口どううん、美味しいかなまあまああ、そうこれ作ったんだちょっと食べてみてえ、パンを自分ですごいねじゃあ、一口どう うーん、美味しいかな。まあまあ。あ、そう。ユニット3、セクション1。1、ジョンさんの部屋は家賃いくらですか月5万円です。ジョンさんの部屋は家賃いくらですか月5万円です。2>, 2、ホテル予約してある うん、昨日しといたよ。ホテル予約してあるうん、昨日しといたよ。3、あ、見て、昨日の台風で木が倒れてる。本当だ、すごい風だったんだね。あ、見て、昨日の台風で木が倒れてる。本当だ、すごい風だったんだね。4、りんさん、宿題は あ、先生、今母が来ているので来週出してもいいですかりんさん、宿題はあ、先生、今母が来ているので来週出してもいいですか5あれ今日お弁当自分で作ったのいや、彼女に作ってもらいました。あれ今日お弁当 自分で作ったのいや、彼女に作ってもらいました。六、山田さん、その靴大きくないですかうん,うん、ぴったり。山田さん、その靴大きくないですかうん,うん、ぴったり。七、あれドアが開いていますね。ほんとだ。誰が開けたんでしょうね。 あれドアが開いていますね。ほんとだ。誰が開けたんでしょうね。8。ね聞いた田中さん、宝くじで100万円当たったそうだよ。へえ、おごってもらおう。ね聞いた田中さん、宝くじで100万円当たったそうだよ。へえ、おごってもらおう。 9、ごめん、待ったうん,うん、僕も今来たところ。ごめん、待ったうん,うん、僕も今来たところ。10、美味しそう本当だ、あ、試食があるから食べてみよう。美味しそう本当だ、あ、試食があるから食べてみよう。セクション2、1、 袋にお入れしましょうかい,いえ、そのままで。袋にお入れしましまままょうかい,いえ、そのままで二、来週、京都から友達が来るんだ。そうなんだ、楽しみだね。来週、京都から友達が来るんだ。そうなんだ、楽しみだね。三、お姉ちゃん、 今日何時に帰ってくるうーん、8時頃になるかな。お姉ちゃん、今日何時に帰ってくるうーん、8時頃になるかな。4、あれ電気がついていますね。本当だ。誰がつけたんでしょうね。あれ電気がついていますね。本当だ。誰がつけたんでしょうね。 先生、サンキュー合格しました。え、すごい、おめでとう。先生、サンキュー合格しました。え、すごい、おめでとう。6、あれ、ご飯食べないのうん、ダイエット中でね、野菜しか食べないようにしてるんだ。あれ、ご飯食べないの うん。ダイエット中でね。野菜しか食べないようにしてるんだ。七。明日、伺ってもよろしいですかはい。構いませんよ。明日、伺ってもよろしいですかはい。構いませんよ。八。昨日、東京駅で事件があったらしいですね。そうらしいですね。昨日、 東京駅で事件があったらしいですねそうらしいですね9明日までにレポート書いてくださいねはい大丈夫ですもう90%書いてあります明日までにレポート書いてくださいねはい大丈夫ですもう90%書いてあります10これ何シャドーイング これ何のためにしてるのうん。スラスラ話せるようになるんだって。これ何シャドーイングこれ何のためにしてるのうん。スラスラ話せるようになるんだって。セクション31ねえ、そのクッキー一口ちょうだいああ、もう全部食べちゃった。ごめんごめん。ねえ、 そのクッキー、一口ちょうだいああ、もう全部食べちゃった。ごめんごめん。二、あ、雨が降ってる。あ、じゃあ、この傘貸してあげる。二本あるから。あ、雨が降ってる。あ、じゃあ、この傘貸してあげる。二本あるから。三、お茶、どうぞ。 暑いのでお気をつけください。あ、すみません。お茶、どうぞ。暑いのでお気をつけください。あ、すみません。4もしもし、山田さん今、話して大丈夫あ、ごめん。今、シャワー浴びていたところなんだ。後で電話していいもしもし、山田さん今、 話しして大丈夫あ、ごめん。今、シャワー浴びていたところなんだ。後で電話していい ?5。ねえ、聞いた山田さん、結婚するんだって。うん、おめでたらしいよ。ねえ、聞いた山田さん、結婚するんだって。うん、おめでたらしいよ。6。あれ ビデオデッキに変なビデオが入っていますね。本当だ。誰が入れたんでしょうね。あれビデオデッキに変なビデオが入っていますね。本当だ。誰が入れたんでしょうね。なな。ねえ、もっときれいに書いてください。これなんて書いてあるんですかあー、なんでしょう。私も読めません。ねえ、 もっときれいに書いてください。これなんて書いてあるんですかああ、なんでしょう。私も読めません。8。ねえ、飛行機の予約してあるあごめんなさい。今しておきます。ねえ、飛行機の予約してあるあごめんなさい。今しておきます。9。 約束したのにどうして来てくれなかったのごめん、本当にごめん、どうしても会議に抜けられなかったんだ。約束したのにどうして来てくれなかったのごめん、本当にごめん、どうしても会議に抜けられなかったんだ。10、今度、ご飯でもいかがですかあ、ぜひ。今度、ご飯でもいかがですか あ、ぜひ。セクション4。1。健康のために何かしてるはい。飲みすぎないようにしています。健康のために何かしてるはい。飲みすぎないようにしています。2。日本に来るとき緊張しましたかええ。初めて外国で一人暮らしですから。 日本に来るとき、緊張しましたかええ。初めて外国で一人暮らしですから。3. メールが送れないんだけど、誰かわかる人いないよくわかんないんだよね。山田さんがいればわかるけど。メールが送れないんだけど、誰かわかる人いないよくわかんないんだよね。山田さんがいればわかるけど。 4昨日、帰ったら家族から手紙が来ていたんだ。お金送ってくれるって。へえ、よかったね。昨日、帰ったら家族から手紙が来ていたんだ。お金送ってくれるって。へえ、よかったね。はい、わかりました。 田中さん明日までに書類作っておいてくださいねはいわかりました6ねえ聞いて昨日の店、ビールと焼き鳥で4,000もしたんだえ高いそれってぼったくりじゃないねえ聞いて昨日の店、ビールと焼き鳥で4,000もしたんだえ高い それってぼったくりじゃない ?7。あれこの本何面白そう見せてうん。すっごく面白いよ。あれこの本何面白そう見せてうん。すっごく面白いよ。8。ああ、ダイエットしてるのにまた食べちゃった。ダイエットやめたら ああ、ダイエットしてるのにまた食べちゃった。ダイエットやめたら ?9。辞書を探しているんだけど、何かおすすめ知ってる辞書のことなら、パクさんに聞いたら、この前新しいの買ってたよ。辞書を探しているんだけど、何かおすすめ知ってる辞書のことなら、パクさんに聞いたら、この前新しいの買ってたよ。 十、ちょっと合わないうちに随分日本語が上手になったね。またまた。ちょっと合わないうちに随分日本語が上手になったね。またまた。セクション五、一、そのセーターいい色だね。ああ、どうもありがとう。でもチクチクするんだ。そのセーターいい色だね。ああ、 どうもありがとう。でも、チクチクするんだ。2。2> 携帯でメール書いてるのうんうん。漢字を調べてるの。携帯でメール書いてるのうんうん。漢字を調べてるの。3。あれ髪の毛、ずいぶん短く切っちゃったんだね。長くて綺麗だったのに。そうでも短いとすごく楽。 あれ髪の毛、ずいぶん短く切っちゃったんだね。長くて綺麗だったのに。そうでも短いとすごく楽。4。ねえ、今日、バイト初めての日なんだけど、早めに行った方がいいと思ううん、できればね。ねえ、今日、バイト初めての日なんだけど、早めに行った方がいいと思ううん、できればね。 五。もしよろしければ、こちらのパンフレットもお読みください。はい、どうも。もしよろしければ、こちらのパンフレットもお読みください。はい、どうも。六。田中さん、昨日渋谷で男の人と一緒に歩いていたね。うわー、恥ずかしい。変なとこ見られちゃった。田中さん、 昨日、渋谷で男の人と一緒に歩いていたね。うわー、恥ずかしい。変なとこ見られちゃった。7韓国料理を食べるなら絶対新大久保だよね。そうそう。新大久保って韓国みたいだもんね。本場の味だよ。韓国料理を食べるなら絶対新大久保だよね。そうそう。新大久保って韓国みたいだもんね。本場の味だよ。 八。アクションあれ大丈夫風邪うーん,、うん、なんでもないよ。アクションアクションあれ大丈夫風邪うーん,、うん、なんでもないよ。アクション九。今晩何食べたいうーん、カレーは 今晩何食べたいうーん。カレーは10これはどこのワインですかこちらはフランス産でございます。これはどこのワインですかこちらはフランス産でございます。セクション六。一。ああ、あと半年で卒業。 4月から社会人だよ。本当。だから今のうちにやりたいことやっておかなくちゃね。ああ、あと半年で卒業。4月から社会人だよ。本当。だから今のうちにやりたいことやっておかなくちゃね。2。あのー、すみません。明日国に帰るので、 バイト一週間休ませていただけませんかえ、困るな。もっと早く行ってくれないと。あのー、すみません。明日国に帰るので、バイト一週間休ませていただけませんかえ、困るな。もっと早く行ってくれないと。三、洋服は燃えるゴミ。 アルミホイルは燃えないゴミだよああ、ゴミの分別は本当に複雑洋服は燃えるゴミ、アルミホイルは燃えないゴミだよああ、ゴミの分別は本当に複雑 4. 赤ワインは体にいいって言われてるから、たくさん飲んでも大丈夫そうかもしれないけど、飲みすぎは良くないんじゃない 赤ワインは体にいいって言われてるから、たくさん飲んでも大丈夫。そうかもしれないけど、飲みすぎは良くないんじゃない ?5 ずっと応援してるから、試合頑張ってね。うん、ありがとう。精一杯頑張るよ。ずっと応援してるから、試合頑張ってね。うん、ありがとう。精一杯頑張るよ。6 明日の飲み会行こうかな、やめようかな、どうしようかな。もう行くって言ってあるんでしょ。じゃあ行かなきゃ。明日の飲み会行こうかな、やめようかな、どうしようかな。もう行くって言ってあるんでしょ。じゃあ行かなきゃ。七 土日は働けますかすみません。土曜日はちょっと。でも日曜日なら大丈夫です。土日は働けますかすみません。土曜日はちょっと。でも日曜日なら大丈夫です。8、グッチって何ブランドのこと知ってそうで意外と知らないんだね。グッチって何 ブランドのことを知ってそうで意外と知らないんだね。9。後で食べようと思ってたケーキ、食べたの誰あ、ごめん、わざとじゃないよ。10。ご注文はじゃあ、とりあえずビール。 ご注文はじゃあ、とりあえずビール。セクション7。1。あ、ラジカセ壊れた。壊れたんじゃなくて壊したんでしょあ、ラジカセ壊れた。壊れたんじゃなくて壊したんでしょ ?2。2> 来月結婚することになりました。それはよかったですね。おめでとうございます。 来月結婚することになりました。それは良かったですね。おめでとうございます。三、どうぞたくさん召し上がれ。それじゃあ、遠慮なくいただきます。どうぞたくさん召し上がれ。それじゃあ、遠慮なくいただきます。四、どんなペンをお探しですかえー なるべく安いのがいいんですが。どんなペンをお探しですかえーっと、なるべく安いのがいいんですが。5見て、この時計1000円だったんだ。嘘、ロレックスじゃないんだ。本物みたいに見えたけど。見て、この時計1000円だったんだ。嘘、ロレックスじゃないんだ。 本物みたいに見えたけど。6もしもし、俺だけど、今何してるのん今テレビ見てたとこ。もしもし、俺だけど、今何してるのん今テレビ見てたとこ。7ホワイトボードを消しましょうか。大丈夫。そのままにしておいて、後で消しますから。 ホワイトボードを消しましょうか。大丈夫。そのままにしておいて、後で消しますから。8。どうしたの勉強に集中できてないようだけど。はい。気になることがあって。9。 ごめんごめん、待ったもう、ひどいよ、一時間も待たせて。ごめんごめん、待ったもう、ひどいよ、一時間も待たせて。十。ドライヤーなら、今これが一番のおすすめです。そうですか。じゃあ、買う前にちょっと試してみてもいいですかドライヤーなら、今これが一番のおすすめです。そうですか。 じゃあ、買う前にちょっと試してみてもいいですかセクション8。1。今晩何食べたいうーん、カレーはカレー、マンネリじゃない今晩何食べたいうーん、カレーはカレー、マンネリじゃない ?2。2> 山田さんっていつもタイミングがいいよね。 何かおいしいものを食べようとしたらいつも来るよね本当どこかで見てるのかなって思うくらい山田さんっていつもタイミングがいいよねうん、何かおいしいものを食べようとしたらいつも来るよね本当どこかで見てるのかなって思うくらい3ねえ、明日の準備してあるあ、ごめんなさい、今します うん。ちゃんとしといてね。ねえ、明日の準備してあるあ、ごめんなさい。今します。うん。ちゃんとしといてね。4。うん。風邪ですね。抗生物質を出しておきます。え抗生物質というのは何でしょうえっとね、バクテリアを殺す薬です。 うん。風邪ですね。抗生物質を出しておきます。え抗生物質というのは何でしょうえっとね、バクテリアを殺す薬です。ご。すみません。はい。ちょっとお尋ねしたいのですが。どうぞ。すみません。はい。ちょっとお尋ねしたいのですが。どうぞ。 ねえ、なんだか僕、山田さんに嫌われてるみたいなんだ。え、どうして全然僕と話してくれないんだ。ねえ、なんだか僕、山田さんに嫌われてるみたいなんだ。え、どうして全然僕と話してくれないんだ。